前回に引き続き私なりの力の抜き方についてお話ししていきたいと思います。こう力抜くってどうやって抜いたらいいかって思いません？力の抜き方ってこう思ってるよりもみんな抜けてなくて、抜いてますよっていう人多いんですけど、力抜くっていうのはどういう状態かっていうと、こう手があったら、これ私力抜けてる状態なんかそっち向くな、なんて言うんですかね、脱力ですね。脱力、肩から下の脱力だじゃなくて、ダーツ投げる時っていうのは私は多分ここの肘の上から先を脱力すればいいと思うんですよね。で、あと抜く方向なんですけど、力を抜く方向、まあ手を出す方向、そのブルだったらブルに向かってこうブルの方向に向かってこう抜けるというか、そういう投げ方を意識して私はやってます。抜く時の手の動きとして伝わりやすい方法を考えたんですけど、構えてもらって引いてきた最下点から手を出す時のイメージとして、この肘の曲げたところの上ぐらいですね、この辺を斜め上にこう力抜いたまま押してあげる。ここからこういう動きです。横から見るとここを上に押してあげる。斜め上にこう力をここから上抜いて押してあげる。こういうイメージです、投げる時っていうのは。そしてこのここに乗っかってる力のこう方向、手のひらが開く方向がブルに向かって開くイメージで私は投げてます。これだと多分伝わりやすいかな、この動きと思って。これが上すぎると手首が先に帰ります。あくまでもこの辺から前にポーンとここから投げ出されるイメージで投げてます。その時に例えばじゃあ確認する方法として、こうグリップの握り込みとか、こう気づかないうちにやってる人とか多いんですけど、こう構えたとこから最下点に来た時にですね、ギュッて、もしくはここまではできてても出る瞬間にギュッと握る人多いんですけど、そういう人はこうなんか柔らかいものを丸めて自分のグリップでこう作ったらここに入れてあげて、ここの空間を潰さないのが私はすごい大事だと思うので、このままブルを狙うんだったらそのまま投げてみて、これを握った感触がないかっていうのを確認してみるのも手だと思います。まあ、一緒にこうもう投げちゃっていいと思うんですけど、一緒にちゃんとその握らずに投げれてたら、同じ角度では飛ばないですけど、同じ方向にここで握ったものって、握ったっていうか乗っかってるものは飛んでいきます。握っちゃいけないんですけどね、こう握りつぶさないイメージで、まあ、一緒の方向に縦ラインだけですけどね、出ると思います。なぜ力を抜いた方がいいの、私なりの解釈で言うと、力をこう入れた状態から、まあ、指先ですね、私グリップ圧もそうだと思うんですけど、グリップ圧が強めの人っていうのは強い状態からこう出しに行くときに、ここから先のさっき言ってた脱力ができなくなるんですよ。みんなやってもらったら分かると思うんですけど、指握りながらこう伸ばすと全部ここ先力入ります。これを抜いてあげるとちゃんと抜けるんですけど、ギュッてしたまま押してもすごい硬い動きになります。抜いて出すと柔らかく動かせるんですけど、指先に力が入ってるってことはもう全部ここ力入ってるんですよね。なので力を抜いてあげたいっていうのと、指に力が入ってるとこう点で離すイメージになるんですけど、実際わからないですよ。すごいちゃんとスローカメラとかで撮ったらわかるのかもしれないんですけど、私のイメージではここグリップ圧を緩くして出したい方向に力を放出するイメージ、線で狙えてるイメージです。ちょっと早く手離れしても、まあその動きが補ってくれるというか、遅めだったとしてもそこまで大事故にならないというか、線で狙えるから手離れする場所がの余裕ができるというか、そういうイメージがあるので力まない方がいいのかなって私は思ってます。グリップ圧なんですけど、私すごい緩いっていう話をしたんですけど、ここで構えてさらにちょっと引いた時にしっかり親指と差し指に乗るんですけど、重さがグリップ圧にしてみれば、こうグリップを作ってフライトを真下に向けてあげると、重さがしっかりここの部分ですね、重さがしっかり乗るイメージ、これぐらいのイメージというか、グリップ圧を緩くすると乗るんですよね、重さが感じれると思います。このまま顔の前持ってきて手をもうポーンって
振ってあげると勝手に飛びます。私はそれぐらいのグリップ圧が理想かなと自分では思ってます。グリップ圧すごい難しく感じ、例えば私と同じことを今グリップ圧が強い人がやるとすっぽ抜けてる感じでしかないと思うんですけど、私のイメージはダーツ投げてるんじゃなくてダーツを投げる動作をするとダーツ勝手に飛んでってるんですね。ここから出すとダーツ飛んでいく、ダーツを投げるっていうよりも勝手に飛んでってるイメージです。なのでグリップ圧緩い、例えば強かった人が緩くするとでもすっぽ抜けるイメージと同じで今までより上に飛ぶと思います。なんか多分自分が今まで手を出してた場所よりも違うところに出さないといけなくなるのかもしれないです。例えばですよ、私と同じ感覚で投げてみたいっていう人がいるんだったら上にすっぽ抜けていく感覚はあると思っててもらっていいと思います。グリップ圧が強い人が真似するとそんな感じになります。なんかね、真似してほしいわけじゃないんですけど、鈴木みくるがダーツを投げる感覚っていうのはこういう感覚なんだよっていうお話です。力をこう抜いちゃうと矢がバタつく人とかいると思うんですけど、そういう場合ですね、バタつく場所を持ってるというか、グリップのこの時点で、斜めの点で持ってたりとか、私もちょっと斜めなんですけど、親指ここで人差し指ここみたいな、こういうバタつきとかっていうのは重さしっかり感じてたら多分バタつきもしないと思うんですけどね、その人のちょっと例えば投げ方とかを見てみないと難しいんですけど、実際ちょっと持つ場所、乗っける場所を変えてみるとまっすぐ飛んだりはすると思います。もしくは投げる瞬間に握り込みをしてて方向がそっちに向いてないとかっていうのはあり得ると思います。私なりの解釈でいくと、力は極力抜きたい、どこの力を抜くか、ここの部分から上の力を極力抜きたい。例えばその私のやり方でも、肘が肩より上に上がって構える人っていうのはさっき言った力を抜いてここを押すっていうのが難しくなるんですよ。手首から先が先行して出ちゃうので、そういう場合はこう体の向きを、体からこう肩上に構えてる人でもね、このまま倒すと肩下に下がるので、そういう動きで調整してもいいのかなって思います。なかなか言葉では難しくて伝わらない部分もあるんですけど、実際なんかこう何かの言葉がねきっかけになってヒントになってやってみたらちょっといい感覚だったみたいな、それぐらいの気づきで気づいてもらえればいいなって思います。力を抜くっていう感覚、実際こう力を抜くところっていうイメージっていうか、力抜いてるのは体側は抜いてないですね。実際体側は抜いてないっていう、固めてるわけでもないんですけど、右足の上にしっかり上半身乗っけてる、構える前に一回肩から先を脱力してからそこから構えます。でこの時点で力いるじゃないですか、こうね、構えに持ってくるまでに、ここから先を動かそうと思ったらこの辺の力を使って持ってくるじゃないですか。この後です、ここ肘上から先の力を抜いたままこの形で逆手っていうのを この形でこう押してあげるといいと思います。前にそっちの方向に、ブルの方向に向かって押す、力を抜いたまま押すと私が思う理想の動きになりますなのでちょっとやってみてください。じゃあ皆さん、今回はこの辺で、またねー。